れは軽眼ですね。ヤナギンはさ、何でしょう。マルちゃんの執事をやってることをどう思ってるわけ。カヤモリ様は呼吸することをどう思いでしょう。呼吸はして当たり前じゃん。しないと死ぬし。ではそういうことです。どういうこと。今のでお分かりになりませんか。どういうことだ、ヤナギ。お分かりになられてないみたいだよ。では言葉で説明するより実際に私の仕事を体験していただくというのはいかがでしょう。それはいいんだけどさ、マルちゃんも分かってない件については。お嬢様に仕えてみれば、カヤモリ様にも先ほどの私の答えを理解してもらえると思います。うん、だからマルちゃんも理解できてない件についてはどうなんだ、ヤナギ。早速始めましょう。あくまでもガン無視。主人に恥をかかせないためとはいえ徹底してんな。本来なら数日かけてお嬢様にお仕えしていただく必要があります。ですがさすがにそれはお嬢様にとって酷な話。私じゃなくて。お嬢様のお考えを理解できないものに長時間仕えられてはお嬢様はストレスで倒れてしまいます。ですので今回は私の仕事のごく一部だけを体験していただきます。あくまでもまるちゃん第一ってわけね。ヤナギンほどの人にそこまでさせる理由が気になってきた。まるちゃんの食事の世話をしてみたい。かしこまりました。とはいえさすがにまるちゃんに食べさせたりはしないよね。バカにするな、カヤモリ。そんなことあるわけが。めっちゃ動揺してるじゃん。あれ、この前普通に自分で食べてなかった。いつもというわけではありませんが、お嬢様はたまにあーんをご所望されますので。やなぎ、それではお嬢様のお食事の買い添えをお願いします。必要ないと言ってるだろ。一人で食べられる。ほう、こちらの料理を見てもそう言い切れますか。これはカレーうどん。お嬢様、こちらの熱々カレーうどん、一滴の汁もお洋服に飛ばすことなく食べきることができますか。無理。早い、諦めるの早いよ、まるちゃん。ふうふうが必要ですよね。うん、お願いします、カヤモリ様。頼む、カヤモリ、ふうふうしてほしい。おう、それじゃあ、ほら、うまいか。うん、おいしい。ヤナギン、また撮ってんの。何のことでしょう。いや、今、音が。お続けください。え、マルちゃんの着替えを手伝ってみたい。お目が高い。お嬢様の生着替えはお仕えする者にとって入浴と同様至福の時間と言えるでしょう。何言ってるのこの人。本来なら私以外の者に手伝わせるなど言語道断。ですが今回だけは特別にカヤモリ様にも体験させて差し上げます。夢のようなひとときをとくと味わうがいいでしょう。本当に何言ってるのこの人。それではお嬢様、こちらでトレーニングウェアにお着替えください。カヤモリ様はそのお手伝いをお願いします。いや、着替えの手伝いって言われても特にやることなんて。うん、はい。なんで万歳して待ってるわけ。早く脱がせろ。いや、自分で脱げるだろ。風呂の時そうしてたじゃん。たとえお嬢様がご自身でできることであっても執
事がいるときはあえて執事にやらせる。それがお嬢様の優しさです。随分と傲慢な優しさだこと。はいはい、じゃあ脱がすぞ。柳、また取ったの？何のことでしょう？いや、今音が。お続けください。えい。まるちゃんを寝かしつけたい。かしこまりました。ではお嬢様と添い寝していただけますか？は？添い寝？茅森様におかれましては、お嬢様のお隣に添い寝をし、子守歌を歌っていただきます。お嬢様がうなされていたらすぐに手を握って差し上げてください。また指をしゃぶっていた場合はそっとやめさせてください。お昼寝の途中で一度起こし、おトイレに行くよう促してください。知りたくないマルちゃん情報が次々に飛び込んでくる。お嬢様、お休みの時間です。眠くない？ですが今のうちに休んでおかないと1日10時間の睡眠が確保できません。眠くないものは眠くないんだ。仕方ありませんね。では茅森様、お嬢様と添い寝を。寝てる？大変寝つきのいい方だとは聞いておりましたが、これほどとは。ですがお嬢様より先に眠りに落ちては執事失格です。起きてください茅森様。茅森様。全く目覚める気配がありませんね。 31A の方たちは毎朝どのようにして彼女を起こしているのでしょう。仕方ありません。お嬢様は私のベッドへ移動して。寝てしまわれている。どうやら茅森様の寝顔がお嬢様の睡魔を誘発させたようです。なかなかどうして。やりますね茅森様。では私も失礼します。お嬢様。いかがでしたでしょうか茅森様。執事としてお嬢様にお仕えする私の教示、お分かりいただけましたか？ごめん、ちっともわからなかった。さようでございますか。それは残念です。だけど柳銀がマルちゃんのことをすっごく大切に思ってることはわかったよ。それにマルちゃんも柳銀のことを心から信頼してるってのも。お言葉痛み入ります。ところで時々すごい勢いでカメラのシャッター音聞こえるんだけど。はて何のことでしょうか？柳、退屈だぞ。あ、まるちゃんのあくびかわいい。柳、気のせいでございます。柳を誘ってお風呂に行こうかな。柳、一緒に風呂行かない？あれ？まるちゃんは？お嬢様は早々にお眠りになられました。じゃあ二人で風呂行かない？ご一緒させていただきます。柳って本当にマルちゃん好きだよね。ありがとうございます。美人で頭も良くてクールで強くてかっこいい柳ってば、完璧超人じゃん。お褒めいただき恐悦至極でございます。ですが私は私自身の欠点を重々承知しております。とても完璧などとは言えません。柳の欠点か。なんとなくわかるよ。ぜひご教示いただけますか？
自覚してるならせーので一緒に行ってみようぜ。せーの、マルちゃんに甘い。あれ、あの柳が顔赤くしてる。のぼせた